皆さん、おはようございます。JLPT テューターのクリスタラです。今日は皆さんと一緒に JLPT 英語の漢字を練習したいと思います。よろしくお願いします。始める前に、この漢字のリスト、下にリンクがあるので、ダウンロードしてください。では、始めます。今日の漢字はナンバーです。数字です。皆さんが簡単と思われるかもしれないです。ただ、時々テストの中に途中で思い出せないとか忘れたりとかした時もあると思います。よく練習していきましょう。今日の8番目は漢字の1です。1です。では、この漢字は1、音読みは1と場合によって1、訓読み1つなどもあります。では、私は10回書きます。はい。1回目です。1。はい、私は左利きです。左利き。左利きというのは、左手と右手があります。右手は左手の方がうまいです。はい。1は終了です。はい。次の漢字に行きます。この漢字は2です。2です。はい、10回書きます。私はこうやって毎日練習をします。毎日5分くらい、まあ、5分から10分くらい練習しておけば、すべての漢字を覚えるようになりました。2番です。はい、終わりました。2です。これは2、2です。はい。次の漢字は3番です。3です。はい。書いてみましょう。3番はストークは3あります。3ストーク。はい。3番です。まあ、この資料は、このリストは、漢字だけではなくて、関係する言葉ですね。このところは、もう載っています。ぜひ、ダウンロードしてください。3番です。はい、終わりました。ぜひ皆さんも一緒に練習していきましょう。
次は4番です。難しくなります。はい、まずは汚いかもしれないです。左手で漢字を書くのは右手と比較すると大変です。なぜかというと、いつも漢字は左から右です。線は左からですね。これですね。長く書くとこの手、このところの手が黒くになります。はい、4です。はい、この漢字の4は注意しないといけないときは4と4とか4とかも よとかも発音はできます。特に間違いやすいのは日付ですね。日付でですね、4日とか4日4つとかも間違いしやすいです。テストの中に、ちゃんと練習して覚えないといけないです。はい、終わりました。はい、次の漢字は5です。5です。はい、書いていきます。漢字は順番があるので、もし順番通りに書けばきれいに書けます。あまり5です。5番。回数は、何回書くのか、皆さんは、皆さんの通り、皆さんは、適当に決めてもいいです。自由に決めてもいいです。ただ、覚えるまでは、回数を増やして書いた方がいいかもしれないです。はい、5番は終わりました。はい、次は6番です。6。6の場合もあるし、読み方は6の場合もあるし、6つとか、むとかもあります。これもちゃんと練習しないと忘れます。はい、書いてみます。6ですね。です。これは6日とかも発音できます。6日。これも間違いしやすいですね。漢字のテストの時にほぼ出てくると思います。毎回頻度が、いつも出てきますね。6日。はい、次は7です。7
7ですね。はい。2、OK ですね。これも7日とか7日、7 days、7日とか、ナノスとかも発音できます。まあ、シート、このリストを見て練習しておけば全然問題ないと思います。このシートは私がちょっと自分でまとめたシートです。はい、終わりました。次は8です。8番ですね。はい、8。これは、まあ、数字のナンバーの時は8です。ただ8つとか8日とかも発音できます。8日と、まあ、8番と4ですね。8日、例えばですね、8日は 8日、8日は8ですね、8 day ですね。ただ4日は4ですね、4ですね。ちゃんと、まあ、練習しないといけないです。例えばリスニング紹介のリスニングを聞くときに、まあ、よく出てきます。8日ですかとか出てきます。はい、終わりました。次、9です。9です。ここのも発音できます。こののもありますね。どんな場合がこなのか、急なのか、まあ、練習するのか必要です。はい、急です。急です。急。特に9日は間違いしやすいです。はい、次は10ですね。10は、まあ、10です。10日、10 days ですね。そして、この場合もあります。20歳とか、20歳は20歳ですね。20歳は20 years old ですね。20日、20 days で、20 days。 これもちゃんと覚えていきましょう。はい、書いてみます。10です。はい、次は100です。100、これは100ですね。見てみましょう。100、
100ですね。これは場合によって600とか300とか点々と点々と丸がいろんな場合があります。これも間違いしやすいです。漢字のテストのビデオの時にもう一度練習していきたいと思います。まずは訳です。これは訳。チャンスがあれば、まあ、ぜひですね一緒に書いていきましょう。練習していきましょう。役は終わりました。10回まだですね。あと2回です。10回で書きましょう。はい、はい、まあ、次は線です。線、線は1000です。1000線ですね。はい、あ、待ってください、はい、線です。1、2、3ですね。この練習は、まあ、漢字を覚えるために練習します。あまりに、まあ、綺麗ではないですけど、この漢字は線とよ、あ、読めるように練習します。線、はい、終わりました。次は万です。万は10,000ですね。万は10,000、はい、ちょっと難しいです。はい、テストの時に、まあ、練習しておかないといけないのは1万、2万、3万、4万、8万とか、まあ、ちゃんと思い出すように練習していきましょう。終わりです、はい、次は、最後にこれですね、まあ、数値と関係するものなので、あ、入れておきました。円です。円は日本円ですね。日本円ですから練習しましょう。ちょっと長いですね。で、こうやって、で、はい、
それは私は練習するときに音楽聴きながら練習します。まあ、次回のビデオですね。ちょっと何個か自分が好きな音楽流して、まあ、聞きながらやっていきます。はい、終わりました。そうですね。もう一度、まあ、このレッスン1ですね。全部書きました。まあ、今日このビデオ練習勉強した数字はこれですね。1番、2番、3、4、5、6、7、8、9、10、100、1000、万、そして最後に円です。これでこのビデオは終わりになります。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。